皆さんこんにちは。私たちは東海エリアで活動するパフォーマンスエンタメユニット乙女ボタンです。この動画は東海ウォーカーおすすめのスポットやグルメ、イベントなど私たち乙女ボタンが元気いっぱいお届けする企画となっています。今回ご紹介するのは、はい、愛知県蒲郡市にあるラグナシアウォーターパークの魅力をお伝えすればよ。それでは早速参りましょう。元気爆発乙女ボッカーン、どうぞご覧ください。さあお三方、はい、やってまいりましたラグーナテンボス。やったー、帰ってきました。ただいま。ただいま。見たことある景色。さあそしてお二方にも入っていただきましょう。いや、いい、どうぞ。いい読んでない。お待たせしました。お待たせしました。誰ですよ。待ってたよね。ヒーナちっちゃい。もう盛り上がってヒーで持ってないもん。触んない。ヒーナよ。ヒーナよ。ちょっと今の誰。さあ今回こちらラグーナテンボスにこの乙女ボタンで来たということは、はい、昨年同様、はい、ナイトプールを体験いただきます。ナイトプールまた行けるね。嬉しいね。呼ばれ、え、でもこれでいいって言われたんですけど、まずは触んないで。やはりですね、はい、読者そしてあの社内のスタッフからも、はい、昨年のお二方にモデルをね務めていただこうと。おかしいね。仕上げてきたね。私水着になりましたよね。大丈夫。私山は大丈夫。水着になったの。山はその辺で覚えてないのみんな。水着は水着でも競泳水着でしたよね。はい、立派な水着ですよ。立派ですけど ね、ジャンルが違う。そう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 。そういうのじゃないここは。ここはそういうのじゃないの。今年のラグナテンボスの体験は、はい、なんとこのお昼間からですね、うん、始めていただきまして、はい、日が暮れるまで、その水着の格好のままで、なんとこのアトラクション、はい、いろいろ体験いただこうと。このままでいいんですか。こんな格好でいいんですか。いいんですか。本当ですか。許しちゃって大丈夫ですか。よろしいですか。乗っていただいても。乗りたいです。乗りますね。やりたいです。乗りたいです。乗りたいですか。こんな。大丈夫ですか。全然大丈夫です。全然大丈夫です。もうどうでも大丈夫。もう何かあればの乙女ボタンのマークしていただければ。スケスケ。スケスケなんだよ。さあということで、はい、ナイトプールの撮影そして体験の前までこれからラグーナテンボスの各種アトラクション体験に行きましょう。カメラ大丈夫か？楽しそう、楽しそうだ。跳ねすぎ、跳ねすぎ。写真撮れない。どうしたどうしたんですか。なんか今見えてないから写真撮ってたつもりが動画になっちゃって、まばたきの量がすごくて。え、これ早送りでしょ。違うんですよ。違うんです。これわかんない。一緒にデートする？プール来たよ。一緒に遊ぼう。
すごかったよ、これ、すごい増えてた、増えてた。うん、いいですよ。うん、いい。マッサージとかいないよね、だもん。うん。はい。お茶寄りと引きでいいので、ちょっと、今。いやいや。いやいや、はい。いいです。うん。はい、いいよ、いいよ、そのままで。うん。イエーイ。あ、テンション上げてね、そう。いやなんですか、なんですか、ちょっとこう、やだー、知らないで。お前の夢は何だ。私の夢、私の夢はずっとみんなと一緒にいて、いつかこうやってまた遊びに来て、あの時は楽しかったねって語り合えたらいいな。いいな。カイリ、君の夢は何だ。私はおっとすごいキャラでできちゃった。もっともっとこれで遊びたい。ダメだこりゃ。いいよ。いいよ。遊んできて。遊んできていいよ。これあの持ち込み OK なんだってナイトプール。下手。うん、いいよ。行ってきな。下手。早く行ってきて。行ってきていいよ。あんまり遠く行っちゃダメだよ。行っちゃったね。行っちゃったね。もうサイナの夢叶わない。これで叶わないや。元気爆発乙女ボッカーンラグナシアウォーターパーク編ご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。みんな体験してみてどうでした。いやもうね、去年に引き続きまた出演させていただいて本当嬉しいし、やっぱり似合うね、私のナイトプール。本当に邪魔者がいたけどさ、邪魔者楽しかったな。でもバッチリね、この1年体鍛えたつもりだったんですけどね、選ばれなかったなぜか。やっぱ2人よりもやっぱイルミネーションの方に目がいっちゃって、嫉妬しないでくれる。やめてなきゃいけないで。本当にエリアが拡大したからパワーアップしてて、イルミネーションもそう、イルミネーションがすごいね、綺麗だった。めちゃくちゃ綺麗で、そうそうそう、めっちゃ写真撮っちゃう。携帯が手放せない。本当に常に撮りたくなっちゃうぐらい綺麗でね、インスタ映えでした。みんな水着を着たままアトラクションに乗れるのがすごいびっくりしちゃって、初めてその体験。そう、本当にさっきあのなんだっけ、ウォータースライダー乗ってもうザブンってなったんだけど、アトラクション乗ったらいつの間にか乾いてた。髪の毛もびっくりした。綺麗に乾いてよね、ドライヤーの時も。でも私だからそのサキティの後ろに乗ったんですよ、あのね、あのジェットコースター。サキティびしょびしょじゃないですか。だから私すごい水しぶきがすごくて、ジェットコースターの時私もあの美咲ちの後ろだったんですけど、これはそういうアトラクションかなって思うぐらい水しぶきどこかなってるのかなって。水しぶきの矢先の水をポテタが吸収してくれた。すごい体感型。あ、そういう方も思ったか。これそういうアトラクションかなこれ。じゃあみんなちょっと写真撮ったということなんで、そう、いっぱい写真撮った写真を見せ合っていきましょうか。じゃじゃん、ラグーナナイトプール2018っていう、その可愛い看板の前でサイナをモデルにして撮りました。でもちょっとこのあのね、あの服装がちょっとあのダサいので、あのちょっとインスタ映えになってないかもしれないですけど、浮いてますね。水着だったらもっと確かに映えるはず、映えるはずだと思います。はい、ソファーが、あ、そうだね、ありますか。これで行くわよ。はい、わあ、すごい、見えるかしら。それはすごいよ。これやっぱりソファーがあったし、やっぱりセクシーマーメイドポーズしようと思って、どうこの光具合。光ってる、美しいでしょ。すごい顔が見えないな、顔が見えない、みたいになってるのっぺらも。顔が見えない。これです、見えるかな。あ、そう、なんか今年から新しいイルミネーションがあって、なんかの、え、すごい、コップグラスにってこと。そう、グラス、え、すごい。ちなみに紙面でもあるよそれ。あ、そうそうなんや。え、私もこのあのパラソルにそれをプラスしたこのイルミネーションがすごい綺麗だなと思って、これなんですけど、まだまだある。私ももう一個いい。あ、まだあるの。デレン、これ。あ、それね。あー、そこね。ちょっとプールとはちょっと離れた場所にあったんですけど、大きな木で、これあの私がハマってるあのレイアプリゲームのあの思い出の場所にすっごいそっくりで、知らんよ、知らんよ、それ知らない、知らんよ。もう本当やってほしい、思い出の場所って。そう、思い出の場所なの。私もそこで撮りましたよ、写真撮ってもよね。見えます、これ。怖い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 、何幽霊幽霊、なんか取り付かれてる。これあの奥の方にあったじゃないですか、うん、このスポット、このスポットに向
向かう道、そうそうそう、道にすごい綺麗なありました門が、そうイルミネーションの門があって並んでてとっても綺麗だったんで、うん、このね、あの撮り方がラグナシア全体がこうイルミネーションがすごくあったので、うん、プールももちろんだけど、あのね、ジェットコースターとか、うん、他にもインスタ映えスポットがたくさんあったのでね、すごく楽しかったですね。楽しかった、うん、楽しかったですね。ぜひ皆さんにも行っていただきたい、うん、SNS 映え間違いなし、東海エリア唯一のラグナシアナイトプールは9月の23日まで開催予定となっています。夏を満喫したい方はぜひ皆さん足を運んでみてください。行かなきゃ損よそれではここで私たち乙女ボタンからお知らせをさせていただきます。現在乙女ボタンは NDP スタジオという場所でミュージカルパワーオブドリームを上演しています。火曜日以外は毎日上演しています。皆さんにすごく近い距離でいろんな乙女ボタンを楽しんでいただける舞台となっていますので、皆さんぜひ遊びに来てください。それでは元気爆発乙女ボッカン、次回の動画はどんな動画になるのかお楽しみに。また次回も見てください。見てください。バイバイ。